上がりじゃないで、最近配信あってにお風呂入ってます、なんとなくなんとなく配信終わった後にお風呂入ってるか、まだ入ってない。届いてました、よかった、たらこメールちょっとたらこメールです。カウントカニありがとうございます。あと今日は何を話そうとしたんだっけ私。あ、今日後半からカラオケ配信します。あと今日1時間配信します。あとはまずその2つそれに合わせて自分も配信後にお風呂入ってます。もうルーティーン、同じルーティーンお風呂で YouTube 見たり、あ、最近はお風呂で YouTube 見てないです。なんかお風呂で SNS 見てますこんばんは。よく夢見ますね。あ、そう、夢見る。それをさ、メールに、私朝起きた瞬間にメール書くの。だからさ、多分朝のメールすごい誤字脱字が多いのかなって思ってる。寝ぼけたままメール打ってます朝。お疲れ様です、お疲れ様です。風呂からのいいねだったんやって。そうだよ、お風呂からのいいね、割とそれが多いかも最近。なんかお風呂の中でメール書いたりとか、お風呂の中でツイッター見たりとかインスタ見たりとかが多いかな。クリありがとうございます。そう、お風呂でもなんかね、私前、最近はすごいお風呂1時間も入ってない、30分も入ってないかな、すごいね、あの短く入れるようになったんです、お風呂。そう、多分 YouTube をちょっと見すぎてたから前、お風呂の中でそれをやめて、ちゃんとお風呂は30分ぐらいにして、あのいっぱい寝よう、いっぱい寝よう作戦をちょっと前に。こんばんは。夢の中だから、もはや私のモバメは青の夢、夢日記みたいな、夢日記みたいな。2時間だってどうやって短縮できたの。普通に携帯を見すぎるのをやめましただけこんばんは、いい作戦でしょ。お風呂にそんな時間かけてもなって思って。でさ、この前さ、ちょっと長風呂したんだよね、久しぶりに、ちょっと結構前だけど。そしたらもうのぼせちゃってさ、もう2時間も入れない、2時間も1時間も入れないと思ってさ。だからちょっとみんな、もうみんなも30分、あ、でもどうなんだろう、夏だとあれなのかな、15分とかで終わるのかな。私夏でもさ、油分で入るからさ。こんばんは。夢の中で夢見てる。夢の中では夢見てない多分思う、多分。お風呂に携帯を持ち込む文化がなかったのでびっくり。あ、それ、あー、でもどうなんだろう、私お兄ちゃんが持ち込んでたから、携帯とお風呂に持ち込んでいいものなんだと思って持ち込むようにしてます、するようになったけど、いいんだか悪いんだか分かんないけど、 SNS まあできるからいいかなみたいな。こんばんは。こんばんは。でもさ、なんかお風呂の中でさ、本読んだりさ、教科書読んだりみたいなしたら、多分すごい効率的に勉強できるんだろうなとか、
すごい本読めるんだろうなとか思うけど、さすがに本と教科書は濡れそうで持ち込めないと思ってクリありがとうございます。バッテリーによるし、最近私の携帯バッテリーの減りが早いの。それの原因、ジップロック様様で、あ、私はもう iPhone の防水機能を信じて信じてこの持ってってるからお風呂上がりの私の配信ちょっとマイクの性能が良くない、水が入ってて。クリありがとうございます。こんばんは。YouTube なんてさ、どんどん出てくるじゃん。なんかおすすめの動画が絶対出てくるじゃん。そんなおすすめされたらね、見るしかって思って見ちゃうじゃん。YouTube ってさ、声が変わったり、それは絶対見ちゃう。それはお風呂ぐらいだけじゃない。あれは違いますね。声変わり終わったんやなって。違うって。あれさ、自分でさ聞いてないから分かんないんだよね。しきありがとうございます。古田田葵ですそう、そう、自分的には普通に喋ってたのにさみんながあおちゃん声変わりしたって言うから、あーもうついに声変わりしたって思ったんだけどさ、自分で喋ってるのは全然普通だったからさ、なんかどんな風に聞こえてたかわかんないんでね。なんかセクシーって言われたりさ、すごいなんか低くなったって言われた。私どんな声出してたんだめっちゃ気になる、めっちゃ気になる。素敵な低音、本当ですか？素敵な低音ボイスだ。それはそれでいい、嬉しいですね。あおちゃん YouTube のおすすめ、私はパパラピーズさんはずっと見てます。でも YouTube もいっぱいいろんな方がいて難しいですよね。こんばんは。安定に見てるのパパラピーズかなこんばんは。すごく男っぽかったよ昨日。あ、昨日だっけ、一昨日じゃなかった。声変わり、あおちゃんにもついに声変わりが来たと思ったけど、どんな声だったんだろう、すごい気になる。まぶちゃんの声、私の声ね。でもなんか治ったよね。いや、わかんない。でも声ってさ、すごいやっぱりね、印象がある、よね。なんかあるよね。でも多分初期から比べたら、あんま耳痛くなるような声は治ったと思う。女子にも声変わりってあったっけ？あのね、ある子もいると思う。でも私全然変わってないの。なんなら、いや、まあさすがに、なんだろう、わかりやすく変わってない、まあ、ちょっとは変わったけど、 NGT 入ってからは、いや NGT 入った初期の頃もねこんな感じの声ではあったんですけど、なんなんだろう。でも大きい声出すと高くなる修正は小学校の頃から変わってないです。でもなんだろう、落ち着いて喋れるようにはなったと思う。いや、なんか声っていうか多分喋り方も変わったからどうなのか分かんないけど、そう、でも変わったのかも。でもそんなニーヤンみたいには変わってない。ニーヤンの声変わりは忘れない。
そう、でも普通に、でもどうなんだろう。でも NCT 入ってから自分の声のことをすごいいい声ですねって言われたから、なんかそれまでなんか分かんなかった、全然。なんか客観的に自分の声を聞く機会もまずなかったしさ、普通に友達と話しててもすごい昔からの友達が多かったから、そんな急に「ヘアオちゃん声高いね」みたいな言われたことがなかったから分かんないんだけどね。だから初めてそのオーディションでショールームした時とかびっくりした。すごい声のこと言っていただけて、あ、私ってそういう声してるんだってこんばんは。ニーヤンの声は今は似てないです。今は全然ニーヤンの声はパパに似てるんですけど、お兄ちゃんもね声変わりする前めっちゃ高かったの。青と同じくらい高かったんですよ、男の子だったのに。ニーヤンが、そうニーヤンも声変わりしたからあれだけどさ。でもねママとパパがどっち、パパはまあ低いけどさ、ママも別に特になんだろう高いわけでもない。どうなんだろう、ママの声ってなんだっけだってあ、でもママの声はママもあれかも、なんかあの割と似てる、まあ似てはないけど、高い低いめっちゃ低いわけじゃない。席ありがとうございます、古田葵です。それこそなんだろう、普段青と話してる分にはしたり、ちょっと電話出たりするときは高くなってるイメージ。あ、でもこれはあれなのかなあれなんじゃない、あのお母さんあるあるじゃない普通に電話の声変わるの。もしもしってママの声セクシーだよね全然、うん、お母さんって感じの声好きな声のメンバーとかいたりする？私結構大塚の奈美ちゃんの声好きなんですよ。でもみんな好きの、なんかさそういうのなんかすごい、なんだろう、みんな好きなんだけど、大塚ななみちゃんの声はなんか好き。ななみの声はなんか、ななみの声なんか好き。あ、サーヤの声も好き。みんな好き。なんか NCT ってさ、初見ありがとうございます、古田葵です。なんかもうキャラももちろんみんなそれぞれさ違うじゃないですか。本当になんかびっくりするから、 NGT っていろんな子いるじゃないですか。顔もいろんな種類の女の子がいて、でも声もいろんな種類の女の子がいるの。なんかやっぱりその何、いろんな、なんだろう、まあ、キャラとかさ声とかさ顔のその種類の幅広さってさ、すごいね、幅広さは多分どこのアイドルよりそろ、なんかすごい幅広い気がする。どうなんだろう、いや私が NGT のメンバーだから思うことなのかもしれないけど、それはなんか本当にいろんな子、何、いやほんなんかいろんな子がいるっていうのはさ、なんか多分どのグループにも言えることだとは思うんだけど、 NGT は本当にいろんな子がいるって思うなんだろう、そう、でもそうやっぱりそれも面白いしだから多分なんか NGT を好きになって
推しメン見つけるみたいになったら多分一人は絶対見つけられると思うってくらいって思う私は。そうだからね、いろんな子がいるなってすごい思う。そうでも私 NGT 入った時になんか同期もすごい子が多かったしキャラ的に同期もすごい子が多かったし、あとはなんだろう、先輩もすごいいろんな先輩がいたから、私はこのグループの中で埋もれないかめちゃめちゃ心配って思ってたんですけど、思ってた、割と最近まで思ってた割と最近まで思ってましたけど、今はまあそういうこと思わないようになった。こんばんは、なんか一人の人ってなるようになった気がするけど、でもどうなんだろうね、なんかさ今は一度そう、なんか青がねそう言ってもね、みんなそう言ってくれるの、青ちゃんは初期から埋もれてないし、なんならキャラ濃いよみたいなすっごい言ってくれる、ありがとうございます。そうそうなのよ、でもそう思ってたの、あ埋もれてるなって。こんばんは。でもさ、なんか初期の頃はさ、なんかすごい最年少で赤ちゃんみたいな、今はどうか、今はちょっとなんかわかんないけど、最年少の赤ちゃんみたいな、なんかもじ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 みたいな、すごいなんだろう、イメージが多分さ、なんだろう、多分青のファンの方よりそういうイメージって多分すごい、何、青推しじゃないけど NGT ファンとかなんかちょっとそういう課題に 多いのかなと思って。でも今はどうなんだろう、だいぶなんかそういうのもなくなったんじゃないかなとは思うけど、なんか新しくなんかちゃんとすごい、なんだろう、最年少とかじゃなくてもう普通にLGT メンバーとしてなんかちゃんとキャラを立たせると、キャラを立たせるって言い方あるんだけど、ちゃんとね、私をなんだろう、してもらえたらいいなと思ってます。なんかこの前の生誕祭でいい、嬉しい、でもなんかそうなればいいなと思ってたところもあるから、生誕祭のスピーチで、嬉しい、それはすごく高校2年生の17歳になったし、こんばんは。ちゃんと成功じゃなくて、ちゃんと NGT を動かせられるというか、ちゃんと NGT ってできるような人にならなきゃいけないなみたいなところは思ってたから嬉しいですしっかり立ってますよ。本当ですか、ありがとうございます、ね、そうね、会いに来てくださる方がなんね増えたらいいなとも思いますね。でもなんか前回のシャーベットピンクのおしゃべり会より、あのね、新しい方がやっぱりたくさん来てくださってるな、なってるって思うんですっていう、ちゃんと自分でも思うから嬉しい。なんかはじめましてがいつもあの毎回何人かのはじめましてが、ね、あるのがすごい嬉しい。こんばんは、はい、そんな感じでただいまおしゃべり会受付中ですので、ぜひぜひお待ちしてますこんばんは。
万歳うまいって本当に。そうですか、ありがとうございます。最近の楽しみは何？最近の楽しみ？公園と公園とまあその他もろもろが楽しみに生きてる。おしゃべり会何か変えていこうっていうポイントとかあるかな。おしゃべり感じた。おしゃべり会で変えていこうっていうか、なんだろう、でもやっぱりそのいつもさ青のおしゃべり会来てくださる方はなんだろう、あんまりその青ちゃんがなんだろう、何しゃ割としゃべることとか割とちょっとうるさいところとか、なんだろう、その公演とかと違っておしゃべり会のあおちゃんを知ってくれてると思うんですけど、多分初めての人ってなんだろう、初めての人とかまだあおちゃんのおしゃべり会来たことないって人はなんだろう、そういうまだちょっとそのふわふわで赤ちゃんでみたいなイメージが多分あると思うんですよ結構。だからなんか初めて来てくださった方にはなんかなんだろう、おしゃべり会ならではっていうか、あの元気に話そうって思ってます。元気に話そうと思ってるし、あとはなんかでもこの前も話したんですけど、私話さなきゃと思いすぎて話しすぎちゃうんですよ最近のおしゃべり会の悩み。話しすぎちゃって、多分きっと初めての方とかまだおしゃべり会あんまり来たことない方ってすごい話す内容をね考えてきてくださってるんですよ。でも私がもうただ話しすぎなきゃって思うことですごいさ、その考えてきてくださったことをすごいあのもったいないことにしてしまうと思って、ちょっとそこのバランスが難しいってあの前おしゃべり会ちょっと思っちゃうとこがあるのが、ね、反省、めちゃめちゃ反省点なんです。こんばんは。そうえあもフレームアウトして本当ちょっとあの申し訳ないこれからちゃんと枠に収まります。そうだからね、画面が映る前からで本当になんか最近すごいなんか周りのメンバーにもちょっとうるさいって言われちゃうことが多くて気をつけようと思ってるんですけど、なんか嬉しくなると叫んじゃうんですよね。なんか叫んではないんですけど叫んではないんですけど、そう。でもなんかこうやってさショールームとかでさなんかいつも来てくださってさ、初めておしゃべり会来ましたみたいな方も結構多くて、やっぱそういうの嬉しいな、このショールームのこの人だってなることが多いし、あとはねショールームで見ましたもん、すごいなんか毎日アイドル始めてからやっぱすごい多くなったなと思う。こんばんは。どうなんだろう、音量注意の張り紙はされないと思いますけど、まだされてる人見たことないもんだって。に、おしゃべり会でも
てくださる方が増えてるのは嬉しい方です。すごい。でもあとはやっぱりなんかそういうのがもっと公演とかステージとか見て気になってきましたみたいな人がもっと増えるようになったらいいなみたいなとこはずっと思ってます。それこそアイドルエッセンスの時とかも結構アイドルエッセンスのスモアの他の3人推しの方とかが遊びに来てくださったりしたこともあったし、なんかそういうのをねパフォーマンスとつなげられていけたらいいなとも思ってます。おうちには枚数時間表示、枚数は表示されてないんですけど、枚数も表示され、枚数あれ枚数表示されてたっけ、枚数は表示されてなかった気がする。時間だけだった気がする。あ、でも一番最初の人は枚数表示されてたかな。でも時間は表示されてます。時間は見える。でもさ、やっぱり何だろう、時間見えるからさあるよね、ちゃんと、あ、もうすぐだってできる。プチッってな、話しすぎたらプチッってなっちゃうけど。こんばんは。こんばんは。あおちゃん的には1回の時間どのくらいが話しやすい？それはそうなんだ。枚数の話になっちゃうもんね。いや、どうなんだろう。でもなんかまとめすぎてるけど大丈夫みたいな風に言ってくださる方も結構いるんですけど、私全然なんだろう、まとめ出しでなんだろう、その会話のやつで困る言葉あんまりないかな、からそれは大丈夫。でもなんかファンのかな、人にもよると思うんだけど、なんかまとめすぎるとこの前切れちゃったとか、まとめすぎてそれをそのなんだろうとかいたり、そのまとめなんだろう、分割しても切れちゃったみたいな人もいるから、なんだろう、そこはなんかもうみんなのなんだろう、そのネット状況見ながら、そのまとめ出しの件は全然私はどちらでも大丈夫ですけど、あとは話しやすいでしょ。そうね、いやでもちゃんとやり取りができるのは30秒もくらいあれば結構やり取りできるかなと思うし、思う。いやでも本当にそれはなんだろう、私が決めることじゃないと言いますか。ありがとうございます。もちろんたくさんお話ししたいですけど、やっぱりみんなの生活もあると思うので。そう、あーちゃん、あ、この前いたの、この前ね、バラありがとうございます。なんか、切れる瞬間に一瞬変顔してくださいって言われて、一瞬だけならもういいかと思って。切れる瞬間に一瞬変顔してください。ギリギリ OK です。やっぱね。そう、それだとやっぱりスクショの危険性もないしさ。だからなんか変顔見たい人はなんか変顔してよりかは終わる瞬間に変顔してくださいの方がメンバーはやりやすいかもしれない。私以外にも。わかんないけど、私はあくまで参考のほどに。
そう、なんかそのままそう、だからそう、そのまま次の人はね大丈夫でした。あっ、確かに少しはどっちみちダメだけどね、ダメだけども。覚えじゃんけん大丈夫かな。私覚えじゃんけん結構好きなんですよ。ちょっと好きなんて言ったらちょっと好きなんです。じゃあカラオケ配信します。うん、あ、メンバー会のあゆえをカエルピョコピョコミピョコピョコ、隣の客はよくかき食う客だ。生麦生米生卵、これは得意。生麦生米生卵。変顔からは始めないって、だってびっくりするじゃんみんな。誰もありがとうございます。どうしよっかな。すぐ近くなのに離れて感じる。君はバスの二つ前の席、声をかけるにはちょっと恥ずかしい。何度恋をしても慣れないね。カーブ曲がり体が傾くとき、その方向は同じさ。君に重力心配何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重力心配後ろを気づかなくても分かり合える日が来るよ。窓が曇るほど乗客は多く、君の顔が影で見えなくなる。喋るその声に耳を傾けて、僕は胸の奥をときめかせた。バスが急にスピード上げた瞬間、みんな一緒に泣けそうだ。はい、愛は重力フレンズ、そこにいるそれだけで二人はそう地球を共有する。愛は重力フレンズ、存在認知されなくてもそのベクトル進めばいい。はい、君に重力心配何にも話せなくても、確かに今僕らは一つになる。
君に重力心配し、いつか同じ重さで愛についてを思うだろう。ありがとうございます。重力シンパシーでした。かわいい曲。よいしょ。白いシャツ着よう、まっさらな気持ちで、悲しいこと辛いことも選択しちゃおうぜ。涙の音なんてすぐに落ちちゃうだろう、きっともっと晴れた日には眩しい君がいる。この曲大好き。長い道歩いてれば、時に車が泥を跳ねたり。曲だよね。鳥の糞ふいに落ちたり、ジュースをこぼすこともある。じゃんじゃん。どうしよう。じゃあ次。オーサムやろう。ローラリレリローラ、ローラリレリローラ、ローラリレリローラ、おー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 。久しぶりだよね、お元気ですか。ようやく会えてほんとよかった。やっぱ人間直接顔見て見つめ合って say hello。 あれから何してこうしてました。そんなことどうだっていいよね。ビトに乗って踊ろうで踊るしかなし、あと近くに来てバスタム。だって今日だけは全て忘れて、もっと激しくステップ踏んで、完全燃焼。おーさんみんなで、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 愛し合ってるか見せつけてやろうじゃん。本当の自分さらけ出せ、ベイベー。おーさんみんなで、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 盛り上がってるかやばいくらい。あいつもこいつもハッピーでルール無用。おーおーおー、降ってた雨もやっと上がって、みあんなに星が綺麗に見える。どんな涙もいつかは乾くよ、とっておきの笑顔見せて。生きてりゃいろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかワークアウト。頭からにして揺れようぜ、体が勝手にくるぶしてくるレッツバリ。ずっと夢見てた今日が来ることを、そんで銃を手に入れた。オールナイトで騒げ、王さん希望よ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 。信じ合ってるか愛の力は、何があっても永遠だよ。 Hey guys、 王さん希望よ、王さん希望よ、王さん希望よ、王さん希望よ。信じ合ってるか誰よりも、今日の空を忘れるな、また会おう。ローラーリレリローラー、ローラーリレリローラー、イエイ。これから先も何があるか、いっそ先の未来は闇だ。心配ばかりしたって始まらないだろう。だから今は踊れ踊れ、目が夢中でエンドレス、楽しくやろうぜ。おーさんみんなで、おーさんみんなで、おーさんみんなで。
なで王さんみんなで愛し合ってるか見せつけてやろうじゃん。本当の自分さらけ出せベイベー。王さんみんなで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 盛り上がってるかやばいくらい。あいつもこいつもハッピーでルール無用。おー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 さまでした。音符ありがとうございます。じゃあ次はどうしよっかな。どうしようかな。これにしよう。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空も太陽から逃げられない。いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー。あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる。真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる。ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやく。この胸の熱い気持ち SNS あげてみた。料理の写真ぼんやりと誰かの影さりげなく片思い。波打ち際を歩くのは恋愛中のカップルか空気を読めないピエロたちか。スイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がってるけどさ、その前に片付けようか。悪いやつが僕たちのこと気づいて林立ててる。目隠しされた僕が迷ってると君の声だけ聞こえた。ハッシュタグ運命だ後でつぶやく。その時に感じたこと誰か
愛しさを拡散だ。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち、リプライ君からだ。スイカの写真、空振りの僕が写る、大好きな人となう、大好きな人となう。ありがとうございます。ということで、続いての曲で最後になります。聴いてください。聴いてください。かかとを鳴る、どんどん。今ここでかかとを鳴らせ、信じる者の雄たけびだ。高らかに髪の毛食べた、あった。平等な世界の床を響かせろ。おー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 、全力で戦う君に届くんだろう。ヘイ、勝ち負けだって大事だけど、どれだけやりきったか、最後の力を振り絞って、チャンスをつかみ取れ。こんなにもがむしゃらに我忘れ、汗を流すこの瞬間、人生に何度あるだろう。青春よ、ヘイ、青春よ、最高だ。勝利へのかかとを鳴らせ、一団結して見せるんだ。決心のかかとを鳴らせ、応援している僕らは疑わない。おー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 、諦めずに頑張る君が優勝だ。ここに来るまでの長い道のり、脇目も振らずに来た。どんなに遠くの夢だって、一歩ずつ近づけ。いつだってまっすぐに前向いて、迷うことなんかなかった。約束の場所を目指そうぜ、仲間たちよ、ヘイ、仲間たちよ、送れるな。栄光の拳上げろ、希望握りしめ戦おう。抵抗の拳上げろ、どんなにピンチになってもひるまないで。はい、おー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 、勇気持ってぶつかる君に負けは、はいはい。声援の嵐の中、声は届いてるか、君のことを誇りに思ってるよ。記録より記憶に残れ、悔いのないシャイをしよう。ね、なんだみんな友達でこのチームを応援するんだ。ガンジャーと勝利へのかかとを鳴らせ、一団結して見せるんだ。決心のかかとを鳴らせ、応援している僕らは
疑わない。おお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 お、敵も味方もない、ホイッスルが吹かれるまで諦めずに頑張る君が、ヘイ優勝だ。イエーイ、かかとを鳴らせでしょちょっと声変わりしちゃうのでマイクは外さないでおきます乾杯ありがとうございます。お疲れありがとうございます。ということで今から明日の夜ご飯を発表したいと思います。決めました。早い、昨日に比べて今日は早いぞ。いきます。明日の夜ご飯はチク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 じゃん、唐揚げです。鶏肉カチューシャガール、鶏肉で、あ、唐揚げでこんばんは。明日は唐揚げです。ちょっと最近ね、寂しい感じになったので唐揚げにします。ということで明日の配信時間を発表したいと思います。明日はあれにします、夜の7時からにしたいと思います。ちょっとおしゃべり会後の夜で明日は夜19時から配信したいと思いますので、はー、はい、見に来てください。ちょっと早いけど見に来てくださると嬉しいです。ということで今からスクショタイムをします。ちょっと唐揚げポーズ、明日私3部、1部2部3部なので大丈夫です。え、ですよね、私、え、私明日 1,2,3 だよね、確か朝早かったの、確かスケジュール見た時、唐揚げよかった、そうだよね、撮れました。かい、ありがとうございます。ということで皆さん明日はオンラインおしゃべり会でございます。久しぶりな気がする。まあでも9月の一発目ということだし、まあ生誕祭終わってからの最初のねおしゃべり会でもあるし、アットジャム終わってからの最初のおしゃべり会でもあるしということで明日もよろしくお願いします。明日のお洋服結構いつもと違うおちゃんな感じな気もするかもしれないって感じのお洋服、それもお楽しみにしていただけるとという感じです。はい、ということで本日のランキングをまだ読みません。もうちょっと経ってから読みますね。はい、そう、あのおしゃべりか明日からということで明日始まります。で9月の6日だ、月曜日かな、月曜日はあれです、セーラー服着ます月曜日はセーラー服を着たいと思いますので、ポッ
楽しみにしててください月曜日はセーラーを着たいと思います。それもお見逃しなくですよ。そう、あのね、敬語で話しちゃダメよっていうあの企画なんですよ、6日は月曜日。でも私よく考えたらさ、ファンの方とあんまりさ、すごいいいんだか悪いんだか分かんないけど、言うてあんまり敬語でいつも話してないのって思って、まあ改めて明日はちょっとヘイって感じで話したいと思います。ということで、今から明日のランキングじゃない、今日のランキングを見たいと思います。いきます。13位、ボイングさん、ありがとうございます。12位、シワイさん、ありがとうございます。11位、コメント欄でもコメント欄でもスケルヤミンさん、ありがとうございます。10位カチャさん、ありがとうございます。9位バイケンさん、ありがとうございます。8位シロさん、ありがとうございます。7位アンカケオさん、ありがとうございます。6位フクちゃんさん、ありがとうございます。5位ジンさん、ありがとうございます。4位トゥエルさん、ありがとうございます。3位ポンポンさん、ありがとうございます。2位マー君さん、ありがとうございます。1位ヨークンさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。また明日お会いしましょう。あてててて、ということで、すごい尺ぴったり、おやすみなさい。また明日会いましょう。またね、ありがとうございました。バイバーイ。よいしょよいしょ、おやすみなさい、ありがとうございました。